ブレーブレーどうブレです。毎日キャラを模索しすぎて何がなんだか分かんなくなっちゃった健康生活やっていきたいと思ってるんですけれども、もう伝わんねえよ。このくだりがブレてんだよ。ラーメンはどうしたんだよ。え、ラーメンすする、ラーメンすすってー、すするはラーメンやめんねーガシャガシャおうすする TV ゼレゼレどうもすするです。100回ごとの恒例行事、毎度毎度皆さんお付き合いいただき本当にありがとうございます。本当健康診断の結果とかもありますけどね、これからも元気にすすっていきましょうということで、今回はこちらです。ドン、ラーメン二郎髪の毛店さんの鍋二郎をみんなですすっていきたいと思います。第50回と100回の時に鍋二郎はやったんですけど、それ以来しばらくやってなかったんでね。加えて僕実は髪の毛店でラーメン二郎食べたことがないので、ラーメン二郎が大好きな僕としてはすごく楽しみなので、早速すすっちゃいましょう。レッツゴー。まず髪の毛店さんでいただいたスープを温め直します。それと同時に沸騰したお湯に麺を入れ、お好みの辛さで茹でます。今回は髪の毛店さんということで柔らかめにします。スープが温まったら先に丼に投入、茹で上がった麺を湯切りし、こちらも投入したらニンニク入れますか。野菜ニンニク油で。お好みのトッピングをし、これであなただけの鍋二郎の完成です。こちらがラーメン二郎髪の毛店さんの鍋二郎です。ほーい、率直に言ってめっちゃうまそうってことで、生声でいただきます。まずは油とともに野菜から、ひょーい、油自体のしょっぱな味付けがただただうまっ。これはなんという幸せ、ハッピーハッピーハッピー、ラッキーラッキーラッキー。さあ続いて髪の毛の豚、かぶりついてみると、ほーい、程よい肉質と程よい柔らかさ、何枚もパクパクいけそうなデリデリデリシャスなやつです。ダメ。ではまた何度か野菜をパクパク食らって、やっと麺特攻対面、髪の毛店さんの麺をそぞろう。うん、うまっ。バッチリ皮乳化ながらちょうどいいすすりやすい濃さ、髪の毛店さんといえばのデロ麺に近づけるように長めに茹でたのがナイス判断で、しっかりスープを吸ってくれてます。さあここでちゃっかり用意していた生卵に絡めてすすってみると、安定のバッチリ怖いしょ。すするさん、今の気持ちをお願いします。家でも健在ですわ、健在ですわ。なぜ2回言ったのか分かりませんが、まだまだすすって、豚も食らって、ラストは生卵に一味を投入してさぞろ。辛一味、安定の皮乳化スープを味わえば本日も完食です。大変美味しくすれました。近いうちに店舗にもすすりに行きたいですね。それではごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いやー、鍋二郎すすったんですけれども美味しかったですね。比較的穏やかな味ですけど、しっかり味は二郎でしたね。優しく醤油が効いてて、ごくごく飲んじゃうやつでしたね。麺はやっぱり最高でしたね。平打ちで小麦の風味が豊かな、今麺食ってるわーって思える感じの麺でしたね。豚もお店のと遜色ないサイズです。すごくボリューム満点でしたね。家で時間を気にせず友達とかと喋りながら食べれるってのはすごくいいですよね。麺とスープが余ったんで、サブちゃんの方でもいくつかアレンジメニューみたいな感じでやってみたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン二郎髪の毛店の鍋二郎さん、いつどこで食べても大満足や。はい、重量感すごい、折れるんじゃない。全然湯切れないな、こうするのまで